ドア解放軍楽しいレビューです。アイクレバー。オキシ LED の提供です。暗い中で自転車乗ってる時、怖いのは後ろからの車です。あ、じゃあ歩道を走ればいいんじゃないか。あ、実は自転車。歩道ってあまり走ってはいけないんですよね。車道を走るのがルール。怖くても車道を走らないといけないのかな。その時に、後ろにライトがついてると安心なんですよね。スポーツ自転車とか乗ってる人、後ろに赤い LED がピカピカ光ってる人。あれ、 後ろからの衝突が怖いからつけてるんですよね。あの、私も車を運転してて、自転車、特に夜になると分かりづらいんですよね。本当に怖い。遠くから見えなくて、急にヘッドライトの明かりに照らされて見える。そういう状態なんですよ。だから普通に走ってるマモチェルより、スポーツ自転車の方が LED で早く見つかりやすいんですよね。だから自転車を夜乗るとき、必要なものは、後ろに対しての明かりですねそれ。今回サンプル提供を受けたバックライト。 すごく強烈なんですよね。オキシ LED。リチャージャブルバイクテールライト。充電できるテールライトですね。あ、でも充電できるものなんて今、ありふれてますよね。このようなデザインですね。電源入れると光る。結構派手なパターンですね。点滅もあります。ずっと点灯もあります。あれも確かに明るいけど、ちょっと大きいだけで、別に変わらないよ。でもこれ、 レーザーモードっていうのがあるんですよね。ここの LD というボタンを押す。そうするとこうなります。え、なんかわからないよ。まあ、ちょっとここじゃわからないですね。ちょっとこう押します。後ろ見てくださいよ。光が出てないです。レーザーが出てるんですよ。こういう風に。ここに当てるか。あ、そう、こう。これ。こういう風に。レーザーが出てますよね。こうつけとくと、地面にレーザー光線が照射されるんですよね。 自転車の両脇、LED の点滅に加えて、レーザーの点滅も路面に行われますね。まあ、これをつけてれば、後ろの車、気になるんじゃないですかね。自転車よりある程度後方から、レーザーで分かる。これは安心ですよ。これ見たら車、ちょっとスピード緩めるんじゃないですかね。それか、より自転車が大きく見えて、より遠くから避ける。そういう走り方を確率にしますね。夜間、あまりツーリングしない方がいいですけど、 できるだけ長距離に移動したいから、夜も走る。そういう人におすすめ。あ、夜になっちゃった。そういう時にもおすすめですね。他には通勤通学、そういう人もいいですね。どのような自転車にもつきますので、夜走ることが多い人、便利なのかなと思います。それ、これ、当然自転車用ですけど、いろいろ応用できますね。あの、私考えてみた応用。あの、店への呼び込み。安全用のライトですね。例えば何か棒を用意して、これを高い位置に取り付けとく。 そして道路に置いておけば注意喚起になりますよ。今までの LED よりより注意を喚起できるのかなと思います。あとこれをこの入り口とかにつけとく。そして道路にレーザー光線を照射する。そうすると何か店やってる人の夜の呼び込みできるのかなと思いますね。道路にレーザーを照射しとけば目印になりますよ。まあ、今までは看板を置いとかないといけない。看板を置いとくと、まあ、邪魔だし、あの、片付けもしないといけない。 でもこれだったら、入り口のところにつけとくだけ。道路の方に角度を合わせてつけとくだけ。これだけで道路にレーザー光線を描く。道路走ってる人、歩いてる人。あ、なんか赤い光が見えるな。何があるのかなと思ってみると、店の入り口が見える。そういう方法として使いますよ。自転車を夜乗る人はもちろん、派手なレーザーによる演出。それが手軽に簡単にできてしまいますね。あ、これ電池。USB で充電ですね。ただ、このケーブルが、 電源側は USB ですけど、差し込み側が特殊です。こういう丸い端子ですね。ですので、これは気をつけてください。このケーブル、なくしたら充電できないです。アイクレバー、オクシ LED の派手な自転車用バックライト、テールライト。自転車の夜間ツーリングにはもちろん、自転車以外の注意喚起、店への呼び込み、いろいろな用途に活用できます。ぜひいろいろ考えてみてください。